します。おはようございます。さあ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 、おはようございます。と抽選がですね6番、僕の中学3年生の最後の背番号という感じで野球部だったんですけども、ちなみにね、僕バント職人で、あのバントしかできませんでした。中学生の時は、はい、バントをひたすら極めてました。ということで絆2はね、これ、はい、確保です。ですね、この台ね、昨日ねこの台が一番回ってたというね感じで、グラフ、あーこれね2かな、2っぽいですけど、でもね回ってる台にねちょっと入りやすいのかなっていう傾向をね若干あるんで、まあちょっとこれでいこうかなとは思います。よろしくお願いします。はい、おはようございます。てんてんです。ですね、まあ今日もバジリスク絆ということで打っていきたいと思うんですけど、まず1枚目失礼します。絆、この台ね前日がねすごい回されてるんですよね。で他の台があんま回されてないみたいな感じ でなんか回されてる方がねなんかいい傾向にあるということで、それでね今日がねマジでねめちゃくちゃ寒くて、めちゃくちゃ寒くてですね、もう手が今すごいかじかんでるんですけど、まあ打っていけばねそのうちね熱くなれると、演出を見て熱くなって、自分も熱くなって、この台も熱くなってもらって、まあたくさん出玉をね作れていけたらいいなと思った感じでおります。でですね、昨日ね、昨日なんとね俺プライベートで打ってたらね、ミッションクリアしてしまったんですよ。そう、何クリアしたかって言われたら、氷魔カットインと、エピソードのおこいとサイモンのやつ、あれまだクリアしてなかったんですよ僕。であれクリアしちゃってもうめちゃくちゃ興奮したと、引きをね昨日使ってしまったんではないかという感じでちょっと不安ではありますが、でも最近ねちょっとずつ調子良くなってってるからね、まだいけるという感じで頑張っていきましょう。これ降格でね、ユニメモがね 87% までいきましたね。そう、 100% 目指したいんですけど、やっぱね 100% ね多分むずい、相当むずい。しっかりねユニメモのミッション全部見たんですけどね、ナンバー100、その一番最後のやつがえげつない多分レベルなんですよ。でも全部プレミアを見なきゃいけないみたいな感じで、それでやっと 1% 加算されるみたいな感じなんで、めちゃくちゃねやっぱきついですよね。もうね今年も終わりますよね本当に。皆さんはどんな1年だったでしょうか僕はですねもうね今年はやっぱりそのミニテレに入れたというのが一番の思い出ですかね。まあね最初やっぱりね編集とかね撮影とかトークもそうですけど、まあ一からのスタートということで全く喋れないんですけども、全く喋れないし編集も下手くそだしですよ。 そうなんですけども、その中でもねやっぱりね見てくれる人がね少なからずはいるというのが本当に僕の心の支えになっておりますので、まあねこれからもどんどんね成長していくということで、見てくれたらね変わらずね見てくれたら嬉しいなと思います。そうそう、それでミッションなんですけどちょっとね変更がありましてですね、ですねとりあえずはねミッション今絆だけにします。僕絆だけにして、で絆でユニメも 99% を目指すという感じに変更にしました。ですね、なぜかというとですね、まあ、期限を決めまして2021年までですね、はい、2022年までにそれをミッションとか全てを達成できなかったら罰ゲームという形に変更させていただきました。で罰ゲームなんですけど、罰ゲームはですねその時、まあ、達成できなかった時に考えようかなと思っておりまして、まあ、100キロマラソンとかはいいかなとか思ったんですけど
100キロマラソンとか、あとなんだろうな、なんか面白いのあるかな。一日中立ちっぱなし、一日中バケツ持って立ちっぱなしとか絶対つまん、絶対つまんないよそんなの。まあね、そんな感じでね、今年から、2021年からちょっと僕の企画が少し変わりましたよというお話でした。やっと手の感覚戻ってきたというところで167ゲーム今のところですね、チャンス目1回引いてて、超高校ゲームは1回見てるといった感じですかね。まあ多分モード B でしょうかなといった感じです。超高校ゲームこれ2回目かな。さあここで巻き物、173ゲームこれがもし超高5ゲーム中だったらめちゃくちゃ熱いけど、そんな感じはしない。一応発展はしますね。はい、弱いかな。一応チャンスアップあり、 OK、178ゲームバジリスクチャンスです。投資が5本で、今ね巻き物引く前に柳生さんでしたから、もしかしたら調光中だったかもしれないんだけど、魔解釈のランプは白だからちょっと弱いかな。まあもう玄之介ですよね、もちろんね、玄之介でいきましょうといった感じで、1回目のバジリスクチャンス、ここでね入れれたらね、またまたいい感じってなっちゃいますけども、ただランプが白だったのは怖い。これ巻物引きたいけど弱シリあー、今日こそはね設定したとか出てくればいいけどね、これ毎回言ってるけど毎回出てこないんだよね。じゃあジャックチェリーめちゃくちゃ引きますね。やっぱり262人、さあ巻き物来い、無理、チャンスアップがありません全く。残念、1スルーです、1スルーですね、1スルーの179ゲームです。さあ赤すみで後期巻物強チェリー62ゲームです。強チェリーで赤すみってことは発展はするかな。基本なんか巻物ですもんね赤すみ後期って。ああらあらあら、もう目開けてよこれ当たってるっすよね。 OK、はい、頂戴ますと66ゲームで、バジリスクチャンス強チェリーからですね。いや、いいね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 、早い、良い揺れじゃ。赤い色のランプは青。さあ、玄之介でいきましょう。2回目のバジリスクチャンスです。ここでチャンスアップは一応あり、ちょっとチャンス、ちょっとチャンスよ。ここで赤エフェクトが出てほしいけど出ず、残念、残念で、ここで2スルーの246ゲームです。ダメ、風だけはめちゃくちゃ来るはい、3スルーですね、346ゲームいやー、これ朝一天井な気するな。そういえばこの今日収録させてもらってる第一プラザ船橋店さん、ですね、昨日リニューアルされたらしくて、まあね、なんかレートが増えたのかな、いろんなレートがあるようになってっていうこともあり、昨日リニューアルということもあって結構期待はできますよね。期待はできる、もし設定入っててもね、でも俺の引きが悪かったらダメと、頑張んなきゃね頑張ります。さあここで超広角に上がってほしい。そしたらちょうど超広角で天井を迎えるんで、そしたらね、熱い、これはマジありがたい、本当に超広角で天井を迎えたらほぼほぼ入る BT で大丈夫だよね。残り9ゲームあるから多分落ちはしないと思う。残り4ゲーム OKOKOK、 一応強チェリー引くけども、待って、これね当たってほしくないですよね。だってこれで当たっちゃったら超高落ちちゃうもんね、天井を迎える前にね、当たっちゃったら、
どうなる感じ、確定しちゃったんだけど、待って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 、800ゲームで、強チェリーで当たっちゃったんで、多分これ天井にはならないと思うんですよ。うわマジやっちゃってますね、これ。まあ、ここでね入ってくれればね別にいい話なんですよ。青い色のランプは黄色で投資が15本です。800ゲームじゃなくて、456ゲームです。さあ移植だったんで、もしこれ外れた場合また BC 当たりますね、天井分の。いやーマジかー、ちょっとなかなかねその天井超高額で天井を迎えるってことないんですけどね、なかなかレアなの見れるかなと思ったんですけど、当たっちゃったよね、強チェリーで。うまく作られてるバジリスク絆2という感じです。まんまとやられましたですよね。ボーンでしょ、ボーンだよね、やっぱりね、当たりますよみたいな感じですよ、天井のやつね。マジマジそういう感じなんですか。いやいや、いいように作られてますわ、本当に絆2様様でございます。え、おろ、めっちゃレアじゃね今の。開眼しちゃってるよ、もう真っ赤っかでね、もうありがとう源之助っていう感じで。ですね、天井です。ゲーム数天井で、4スルーの、投資が1万5000円ですね。多分ね、超高額中の同色は 80% ぐらい超えてると思うんで、 BT は入ってくれると思う。 OK、 ランプ緑、これで入んなったらマジでやばいけどね、やばいというか辛いというか あれですけど、行きましょう、源之助で行きます。ここは大丈夫だよね、超高級の同職。 OK、 100人はいいよ。もう一回300人、これねもらいました、これもらってます、多分。危ねえ、よかった。とりあえずは入りそうですね、とりあえずはバジリスタイムには入りそう。設定した的なのはもうこの時点で1001人しか残されてない。666はあるけども無理。 OK、 はい、あるぞあるぞ。 OK、 大王ら、大王ら来た、大王ら来ました、お見事です、お見事です、本当に。よしよしよし、これでストックですよね。 OK、 OKOKOK、 投資15本なんでまだまくれる、まだまくれますよと言ったところで、とりあえずストックは1個なんで1戦目は継続確定。さあここでね、大切なシナリオです。まあ源之助が出るとは思いますが、とか言ってたらおぼろとか天然が出てくれたら嬉しいよ。さあおはようございます源之助様、今日もよろしくお願いしますというところで、ワイルドアイツが流れたりはしないけども、ここは源之助だから絆テープ、絆レベルがいい可能性がありますと。いいですね、朝一から曲を聴けるというね、今日もちろん狙ってますワイルドアイズ。さあ行きましょう、1戦目侮りません。3対5、ここでレアクを引きたい、無理、巻き物ですね。 OKOK、 でこのステージが気になる、 25% で矛盾します。朝か尻上がり、もしくは波乱、波乱だったら結構いい感じという感じで、ああ待って、巻物今ね、ちょっと店内見てきて戻って1回転目で巻物引いた、もうありがとう。ホタルビ、やっぱりホタルビやってくれるな、ホタルビと、もう好き好きです。いやーいい感じいい感じ、ただねシナリオがね、シナリオが尻上がりの可能性があるというのがちょっと怖いですけども、ここで共通ベル、ありがとう、いただきました、 BC です。同色ダメ、青い色のでもランプ緑ですね、曲も流れる、 OK。 さあ171枚で、曲が流れてたので継続は確定と、これ銀行帳ですね。さあここで予告が欲しいけども、予
僕は入らずですけども、絆玉獲得のチャンス。ダメ、もう一回。ダメ、もう一回。もう一回、3度目の正直。ダメ、惜しかったという感じでいきましょう。2戦目、はい、4対6。ステージが気になるところ、絆降格はなしです。こうなってくるとね、尻上がりの可能性がぐんと上がりますよね。いやー、これ尻上がりだったらね、結構きついんじゃないかな。昼以外で、昼以外でお願いします。夜、あ、ってことはこれもしかしたら波乱な気がするな。これシナリオ波乱だったら、とりあえずね、これ継続してくれるとは思うんですよ。 20% 取らない限りね。で、4戦目が勝負っていった感じですね。いやでもね、なんか 20% 取っちゃいそうな気するんだよね。最近すごいね、この夜ステージ外すかちょっと怖いですけどね。多分ね、波乱な気する、これは。さあ行こう、もう一個、もう一個、もう一個、オッケーオッケーオッケー。これで巻物ですよね。さあ取りたい、ここ取りたいけども、とりあえず分からない状況になってきましたね。これは取ったのか取ってないのか。これね、白ナビとか出てくればね、嬉しいんですけども。大丈夫、夜だよステージ。今んとこ強い部分は何もないけども、なかなかやられてる。なかなかやられてる。白、待って、またさ、俺 20% 取ったのこれ。また 20% 取ってるね。もう最近ですね、本当に夜ステージのね、負け率が高いんすよ。うわ、マジか。ってことは多分これ負けたってことは、シナリオ、波乱でしたね。波乱で 80% を取れなかったといった感じですよね。で、ボイスデフォルト、いやー、ちょっときついね。374枚参戦です。さあ、ここで巻物168ゲーム。いやー、これね、当たってるんですけども、ちょっとね、低格ですよね、当たったのが。昇降で当たって欲しかったんですけども、ランプの色は黄色。ちょっと一旦おぼろでいっていいですか。ちょっと一旦おぼろでいきます。さあ、ここチャンスアップはありませんが、玄之介も一回も出てこず、白、もうね、当たらないといった感じですよね、これは。はい、で、ここ、ここで何が出るかと。これはやめた方が良さそう。やめた方が良さそうですね、これ。さあ、ですね、大移動してきました。さっきの絆ね、やっぱおぼろのモード見てね、あんまりよろしくないし、テーブルもね、まあ、まだ1回しか見てないんですけど、まあ、あんまりよろしくないということで、なんかね、やっぱ BC も重いし、キスシナリオの方だったんで、あの BD 中のシナリオもね、だからちょっとやめようかなと思い、隣の台に移動してきました。チャンスアップもなし、ダメと。サンスルーですね。はい、残念、きつい。540ゲームで4スルーです。ダメと。いやー、展開がしんどい。でですね、でですよ、でなんですよ。多分テーブル5はもうないと思うんですけど、で今680ゲームで5スルーなんですよ。これで当てよ、これで当てよ、マジで。ここで当てれば、スルー天井には届くんで。さあ、赤コーキー巻物ですよね。67ゲーム、マジでマジで当てよ。あと52ゲーム、一回当ててくれなきゃいいんだって。頼むって、頼む。コーキー、コーキー、オッケー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 、押す押すよ、確定。いやー、よかった。とりあえずこれで BT は確定ですね、天井行って。さあ、追加投資、27本目です。でですね、これでですね、ちょうど、天井と、まさかの大移動しても天井。
いやー27本か。まあね、先輩出てくれればね、だいぶねまだ戦えるかなと思うんですけども、まさかこっちでもね天井行くとは思いませんでしたよね。というところで、ですね、花火柄出ました。ちなみに花火柄、タイトル花火柄で、BC 当選した場合は BT もついてきますと、なんかねおぼろが出る気がする。そんなテレパシーを今ね一瞬おぼろ見て感じた。普通に源之助でした。ということで、いうことでですよ、行きましょう。バジリスクタイム、久しぶりのバジリスクタイム、ですね、この台では1回目、今日では2回目と、なかなかね、もうお昼過ぎてるんですけどね、まだ2回しかバジリスクタイムやってません。さあ、1戦目はね、絆効果ついてきますんで、そこでまずは刺してといった感じで、さあ、行きましょう、1戦目。待って、これ巻物だったらマジ来る、巻物だったらマジ来る。いやー嫌われてますね、とことんとことん嫌われてます。ただですよ、ただ絆効果2つもついてくれた。でステージが昼、いやー朝がけじゃなくて、波乱か尻上がりでいいですよね、こうなるとね。オッケーオッケー、境地巻物だけども、だけどもですよ、これおぼろ出てきてるんで発展はしそうな気がする。 OK、 白波は、確定ではないんですけど、なかなかのねチャンスアップ期待はできます。ここで赤文字が欲しい、赤文字ください、赤文字ください、はい、あれあれれ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 あれれ、なかなかやばいぞ、これはなかなかやばいぞ。頼む、ここで一応弱チェリーは引いたよ、弱は引いたから頼む。 OK 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 OK、 確定ではないけど期待できる。さあこれもう一回、ダメか、いややばくない、白、いやちょっと待って、待って巻物引きすぎだって本当に、しかも当たってないし、2個ついてるんよ絆降格、巻物3回引いたかんね。出発の準備さ、いやーやばいって今日、やばいって引きが、チャンス目は1個チャンスといったところで240ゲーム巻物引きました。さあ今のチャンス目でね、まずモード C に上がってくれてて、それで巻物を引いて、でこれで当たってって感じが一番理想だけど、ちょっとチャンスアップがないな。しかも全長ちょっと弱かったよなこれ、だよな、なんか弱かったもん。さあ来た、強チェリーです、赤文字、早くないか発展、しかも明け犬、いやこれね怖いね普通に。ここチャンスアップ欲しい。OK。いただきました、駿府城。いやー、ありがとうございます、もう。やった、いった。570ゲーム、天井はいかなかったっすけど。うわー、2261枚。やれねー、マジで。ダメだ。こんなむずいっけ絆2、ここで巻物です。ですね、これねもし当たってたらエピソード BC、 次からね煽りが来たら熱いと、ない。後期巻物ちょうど800ゲーム天井ですけれども、
天井ですけれども、ここでね強チェリーだったら良かったんだけどね。まあでも強チェリー引いてもあれか、長考まではいかないもんな。とりあえずこの巻物が当たってるか当たってないか。8点。年季ね、これどっちだろうね。多分なんか年季ってことはなんかゲーム数天井な気がするけど、開いた、一応目開きましたね。808ゲーム。これはゲーム数天井ですかね、さっきの巻物外した感じで。私は信じておりましたってことは天井、一応チャンスボイス出ました。でランプ青、投資がですね42本と、まあどちらにせよですよ、もう設定は絶対に入ってないと思うんで、まあねおぼろにしようかなと思います。で一応ねチャンスボイスが出てたんで、まあ BT には期待できるかなといった感じですけど、さあ来い、さあ来い、さあ来い、巻物、いや巻物は来なかったけど強チェリーだけどオーラが普通、チャンスアップがない、チャンスアップがないよ。一回玄之介が出てくれた、ここの色が大切、赤 OK、 赤なら OK で、ここで強チェリーを引く、乗ったのかどうか OK、 とりあえずはね、とりあえずは入ってくれたと、よかった、ありがとう。ですね、行きましょう、バジリスクタイムということで、このね最後に揃った強チェリーがね上乗せされてるかされてないかすごい気になるところでありますが、ここの顔すごい美しいというところで行きましょう。本日ねこの台で3回目のバジリスクタイム、そして3回目天井も3回目ということで、まあねこれ玄之介がね出てくるって思ってればね、玄之介以外の人が出てくるんじゃないか作戦で行きましょう。どうせ玄之介が出てくるんだろうな、そういうこと。いやー作戦大成功ですね、はいはい、どうせ玄之介だろうな作戦大成功ということで行きましょう。バジリスクタイム、ですねおぼろが出た場合、安定、超安定、無限、激闘、この4つのどれかですね、大体は安定を引いてしまうと。さあここで予告が欲しい、予告なしと、きついよ。絆玉取ろう、じゃあ絆玉も取れない、絆降格がない、4対4単発はやめてね、単発はやめてほしい、これ巻物引くけど絆降格なし。さあ次のゲーム煽ってくれれば BC は当選してるけど、シナリオはこれ安定ですよね、しかも巻物外してる。いやーちょっと単発臭がプンプンするんですけど、頑張れゲン、ゲンの月頑張って、マジでマジで頑張って、あー早い早いって、チャンスアップがない、チャンスアップがないけど、ここは競り合い、赤赤、とりあえず赤よ、とりあえず赤よ、次あーい、いやこれで最終ゲームジャッジですね、もちろんダメと。いやーしんどい、ラストです。いやーきつすぎる、いやー鬼負けたんだけどマジどうしよう、とりあえずシュー、とりあえずとりあえずはね終了ですよね、もう死んだ、はい、実戦終了しました。ですね、まあねまず引きがねえぐかったと、今日まあバジ2台打って2台ともまあ天井行っての単発やら2連やら波乱も引いても 80% を逃す、20% 引いちゃうみたいな。でエヴァに移動してもね、やっぱ最後のねチャンスゾーンもねレイの一番弱いやつを引いてしまうと、もうある意味ね引きが神がかってたという感じでですね、投資の方が
46本、回収ゼロ。いやゼロってねなかなかねすごいことですよね。いやもう演者さんって回収ゼロってねやばいって思いました。僕も途中本当に焦っておりましたけども、焦った結果まあ何も結果は生まれずという感じですね。はい、でですね、まあこの動画が配信されている頃は、ね、2021年になっ なってるとおりますが、まあ、てんてんの成長日記の企画の内容も少しずつ変わりまして、まあ編集ならなんやらで多分僕が頑張ってね、ちょっと変わってるような感じになってると思うのでそこもチェックしてほしいですという感じでですね、お店さん的にはねやっぱりね番長とねディスク強いでですね、僕が最初に打とうとしたセイヤもですね、結局ね見たら5、6000枚くらい出てたんで、まあねただただね俺の引きが弱かったという感じですよね。はい、まあ、そんな感じでね今日はねもう散々な目でしたけど、まあ次の実戦でねその分を全て取り返せるように頑張っていけたらいいなと思っております。ということで終了です。お疲れ様でした。砕けるなら